菖蒲の花を色画用紙で作ってみましょう。色画用紙を正方形に折って切っていきます。ここでは A4 ぐらいの大きさを使っていますが、八つ切り画用紙の半分ぐらいでいけると思います。正方形に切ったら、それをもう半分に折って上向きの花びらができるように切り込みを入れます。ここからこんな風に1センチぐらい残して切ります。開いたら切ったところの切り込みのところで折り返して、中心から切り込みのところまででちょっと内側に向くように斜めに折り目をつけます。反対側も同じように折り目をつけます。そしてここを開きます。反対側も同じようにして開くと、上向きの花びらが少し重なった状態になります。下向きの花びらは内側に重なるように折ります。それを開いて折り広げます。反対側も折り広げます。この部分に糊をつけると花びらがピラピラしません。後ろのここと上向きの花びらも貼り合わせて、これで花の完成です。残った四角い紙を斜めに切ってつぼみを作ります。この角を三角に3等分ぐらいに折ります。大体で構いません。それをひし形になるようにくるくると巻き込むように折っていきます。最後は糊をつけます。巻き込むのが難しいときは、はみ出た部分をハサミで切っても構いません。緑色、これは八つ切り画用紙ですね。屏風折りにしていきます。ここは3等分です。3つ分のところで切り取り、さらにそれを半分に折って2つに切り分けます。この細い切り目で3つに折ると茎の出来上がりです。のり付けをしてください。屏風折り4つ分を切り取ったら、大きい葉っぱを2枚作ります。残っている部分を切り取って小さい葉っぱを作ります。花の内側に糊をつけたら茎を張ってください。残った紙を三角に切って、それにつぼみを挟み込みます。これを茎の上の方につけます。短い葉っぱを上の方からつけていきます。だんだん長いのをつけて、最後は一番大きい葉っぱをつけます。そして裏側に巻き込むようにのり付けして、これで花の完成です。両面テープか押しピンで壁に留めてください。押しピンで留める場合は花をめくって留めると目立ちません。